飛び出すミニカードの作り方です。練習用に型紙を作ってみました。型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。まず太い線で切り離します。A4 1枚から2人分作ることができます。太い線で切り離したら、今度は折り筋を先の尖ったものでなぞっていきます。山折りは線が見えるように、谷折りは線が内側になるように折っていきましょう。台紙の真ん中にも折り筋を入れて、半分に折っておきます。記号が合うように貼り付けると飛び出す仕組みの出来上がりです。小さい方も同じように作っておきましょう。貼り付け方は2種類あります。1つ目は片方ののり代だけのりをつける方法です。片方だけ貼り付けたら、折りたたんでもう片方ののり代にのりをつけます。それからカードを2つ折りにします。これで飛び出す仕組みができました。もう一つの方法は、貼る場所が決まっている場合には、のり代両方にのりをつけて、記号が合うように貼り付けましょう。これはちょっと反対ですね。この向きに、こうやって先に貼り付けてから半分に折ります。どちらでも構いませんが、貼る場所が決まってない場合は初めの方法を使ってください。出来上がった飛び出す仕組みにお好みの絵を貼り付けましょう。色紙や工作用紙で作ったものを貼り付けても構いません。端っこの飛び出した部分は切り取りましょう。
これで折ったり開いたりできます。台紙にも色や模様をつけておきましょう。ここではクレヨンを使っていますが、絵の具やペンなど手近にあるものを使ってください。ミニカードで作り方が分かったら、大きな作品にも挑戦してみましょう。これで出来上がりです。もっと大きな台紙の上に貼れば、はみ出したところも隠れます。仕組みが分かれば、もっと大きな作品にも挑戦することができます。